13日の拓也です。13日の和也です。13日のザタッチです。13日の大島です。ジェイソンです。さあということで今日は厚切りのジェイソンです。うるさいな。いっちょ、うわ、いた。さあということで今日はジェイソンをやりたいと思います。やらないんすよこれは。ずっと誰のせいですか、ね、これはもう大島がある。なんでなんすか。完全にそうです。近畿の国13の国やります。大島がある。なんでなんすか。確かに、やり直しですよ。謝るのがいいですか。なんで謝んねん。一回オープニンググダグダにしてすいませんでした。なんで。よし、やろう。はい、仕方ない。ちょっと待って、はい、これは仕方ない、やるしかない。大島が反省してるから許してやってください。いじめが起きて。許してやってください。タッチアカデミーな我が学校いじめが起きて。これちょっとすいません、はい、13の国、はい、今ちょうど僕やってまして、まだクリアしてないんで僕のでやらせてください。しょうがないですね、うん、そういう仕様のやつはダメなんだけどな、本当は。でもここにいる全員の先輩だから俺。俺は違い。同期だ。同期。いや同期も変だ。同期というか。あ、でもあの勝俣さん解散されましたね。同期勝俣。いやいいんだよ。同期。さあということで、はい、やりますよ、はい、このメンバーで、はい、行こう。うん、どうですか。でも大嫌いですね。ガチメンバーはガチメンバーでね。まあまあ。僕ちょっとあのサブ赤の方で打診弁使いたいということで。はい。そうなんです。強いんですよやっぱ打診弁。サブ赤で入ってるの今。そうです。ダメですか。いや、いいけど、まあでも俺らが死ぬほど苦手だから13。そう、僕もですよ。だから甘いもんに紋章力つけるために。本当だ。まあでもこのメンバーなら勝てると思いますけど。勝てますよ。本当苦手だからね。頼むよ、行きましょう。はい、ということで13の国ストライクショット、ショット、ショット、スタート。そう、シャンバラのあの、そうですね、一筆書きもあるし、うん、右手左手だな。ここ大事っすよ。思ったより外側に行くように打つとちゃんと行くっていう、そういうの考えてるね。うん、ね、ここ溜める？溜めるは？溜めたことないし、僕溜めたことない。もう俺もうあそこのさ、ブリトラのところが無理すぎてさ。あ、確かに。あ、なるほど。でもみんなを信じて溜めないよ。はい、いいじゃん。ここはもうみんなで話し合いながら行こう。ここは2人が結構得意だから。いや、得意じゃないですよ、僕。抜けちゃっていいじゃん。うん、あ、青ちゃんだった。楽でしょ、これ。楽だね。行ってしかやんないって。ここむずいっすね。大丈夫、俺が。まあ、剣取りたいっすね。え？そうでも、抜けますよ。なんかあと3ターンあるし。じゃあ。剣取って、まあ、SS ダメを食らう。でも、ここ抜けてくれれば俺行ってでいけるやつ。うおぉ。なるほど。じゃあ、抜けますか。もう、先玉ねぎから行くんですか？あら。これじゃあ剣みたいな。まあ確かに。俺いつも先玉ねぎから行くんだけど。ええー、先玉ねぎ派。うん。いけるんすね。炒め物みたいですね。どこかや。先玉ねぎからってね。いや、ここで炒め物みたい。先玉ねぎを飴色にするところから。うまうま。うま。これ大島さんがポロンと入れば。右だよね。はい、でも、あ、でも左で。ここでだから、こう、あの刑事が真ん中にもしいてくれればいけんのよ。はあ、あの、なるほど。なるほど。そう、一筆で。でも、これどっちだ。あ、でもアザゼルホーミングが生きてますよ、大島さん。そうだよね。だって、あれ、バフ持ってますよ、アザゼル。じゃあ、アザゼル触れて。いや、アザゼル触れない方がいいと思う。触れない方がいいっすか。あ、だって、あれにいっちゃう。玉ねぎにいっちゃう。だから玉ねぎからも。玉ねぎを消すってことでしょ、アワちゃんが言うことは。え、無理ですかね。は貫通になって、まあ、でも貫通なれないから、貫通、あ、そういうことか。ホーミングのみは無理だと思う。なるほど。だから俺は右、これ右に入れるかと思って、ね、右薄くかって入れればぐらいの。大島なら引っかかれる。うまい。ナイス。よしよし、引っかかれた。オッケー。上手。はい、アウトです。やってないんだよ、英語禁止モンスター。やってないですね。これはこれ難しいね。でもこれ2体倒してアザゼル触れれば多分玉ねぎ一層出ます。これ外してなるほど。え、ゲージなのにブロック、はい、外すの。お、これいけんじゃない。わお、
わー惜しい。うわ、ゲージ外すんじゃなかったな。そんなやり方あんの、ほんと強いですもんね、アザゼルの。アザゼルの攻撃強いですね。反射になって入る。挟まる。ほお。できたらすごい。起用。惜しい。まかつ。くそ。ほお、なるほどね。回復するんだよね。そうですね。これ横でいけないですかね。攻撃力アップも出て。いや、これ多分スピードアップと。スピードアップと。あ、一筆が一筆でいけんじゃないかな。お、マジっすか。たらでかいですね。なるほど。上下ケージ上下。まっ、ごめん、ケージ拾えなかった、ごめん。うわ、うまいな。でも角度はいける角度だったね。ね、あれ、カズヤ。ん？同族加速持って向いてた。あ、加速欲しい。同族過激消して加速にしようかな。これ左に引っかかるってことですよね。うん、右下が見た。直接行くのか。いや、これ無理だ。いや、わかりますわ。嫌われそうですね。嫌われそう。誰が嫌われてるんですか。何も言ってない。ついに人間不信になりやがったから。いけるかな。そういうところが嫌いなんだ。あ、ちょっと。ほら、ほら、ちょっと言うから。ほらじゃねえだろ。ああ、いけない。惜しい。ああ、タクヤさんのせいです。下やばい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 。あっち一回通ってほしい。下玉通ってってことですね。うん、下玉？下玉って何？まあ、下の玉に。もう一筆書きいっちゃえばこれ。下玉を無視してますね。カリアさん。一筆手で書きでなんちゃらかんちゃらって言ってました。ちょっと一旦ね、これどうする？いけるかも。いけるのこれ？いけるかな。左上玉が2ですね。料理。もう惜しい。うわ、これきついね。これやらしいっすね。上がまずい。次の打診弁はいけるかな。いけるかな。縦じゃ無理っすかね。無理か。左に。ちょっとさ、確かに左壁からさ、上の位置でずらして、右にずらしてくれたら。ちょっと。え、これいいよ、それでも。めっちゃ和也さんに上にずらしてとか言ってる。確かに。青はちゃんとか。それ上通んなかったら地獄に。直でになる。お、行ったんじゃん。おぉ、ごめん。これ大島さん、攻撃力アップ。いや、これSS 溜めてると思うね、確かに。縦でいいっすか。縦で倒せるのかな。あ、防御。ちょっと待ってくださいよ。攻撃アップ。攻撃アップしてるんすよ。でも、2が2個ありますよ。まあでも、倒せるっしょ。うん、無理か。アモアが上から上から、こういける人。あ、でも、こいつ倒せば移動するじゃないですか。あ、そうか、そうか。じゃあ、これ縦でいきますね。頼むよ。倒せんだ。うまい。オッケー。いけんだ。よしよしよし。ようだし。ナイスナイス。よし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 。これ大丈夫だ。これ分からんな。まあとりあえずその即死の2体だけ倒せばいい。その2体を V で倒せば誰かがいけるから。それでいいっていうのね、この。そうだね。これさえリセットしてれば。しかも。ああ、ナイス。おい。いや。おい。やるじゃねえか。ちょっと誰だ。これは上の貫通になって、貫通になって弱点を通るとかですよね。弱点通って下の方に。上手です。いいね、いいね、いいね。いいっすね。次がこれも弱点。上から。弱点下の子は2回触れればいいですね。弱点、ね、確かに。これ下だけ倒しちゃう可能性あるね。いや、倒せないと思います。いや、倒せないんだよ。上弱点2回切ると倒しちゃいそうですよ。もううまい。いいね、ちょうどいい。うわー、プレッシャー、ちょうどいい。あ、やった。打診弁ジョン・レノンの高いそうだ。だからこれ貫通拾って弱点を2個通るとかでしょ。下いけたら、いけたらいいね。垂れたらいいみたいな。ドリカムじゃない。うまい。あ、おお、しゃあしゃあ。ダメ。おお、しゃあしゃあ。ダメだ。え、なんで？うわ、残ってる。残しま。残しまだ。残しまさん。残しまか。残しまさん。
横島加工だ。これはだから上行かない。室井さんか。上行っちゃうか。うわ倒す。ちゃうんだ。でもめっちゃ似たよ。ブレス強い。相互の方。じゃあこれで縦ライン。あと2。ああでもそっか反射か。いやこっちで行く。うん、削る。うまい。倒す。うまっ。うまい。これで行ってほしい。いけるいけるいける。いけないでしょ。いける？いけないか。上だけでも攻めて倒せば。弱点嫌な位置に来ましたね。そっか。え弱点一回通れば倒せるかな。大丈夫だと思います。あばよくば刑事拾ってなんですけどね。横。なるほど。かなり危険ですか。危険か。ちょっと大丈夫大丈夫。え？あそんな打ち方ですか。え？弱点一回通れば。あそれだとあの反射になって上トントンと。まず下のブリトラ行って刑事拾って上ですけど、かなり危険だと思う。結構危険ですね。それならもう上だけ倒す。うん、で抑え行く次。でもいいかな。右回りだったら刑事の方に戻ってきそう。いやこれなら下にギリギリ行くんじゃないかなと思う。あーごめん。あーやっぱ引っかかりますね。ちょっと考えたごめん。頼む耐えてくれ。でもあれあそこのよなんだっけヨルムトゥンみたいなあいつあいえいえヨトゥンの上の2体がやばいね。これ使うの周りですよ。使うか大島だよ。そうです。ちょっとどうしようと思って。そういうこと。使って、うんっね、使って、で上2回これ、まあ、パワーも上がんの？パワーも自強化もするはず。めちゃくちゃ強いですよね。じゃあ弱点通って1回通って上行って、うん、刑事は拾う。ワンパンできるんですかねこれ SS 使うと。いや下はワンパンできるでしょ。下はいけます。上2回通る2回ぐらい、ね、いけるのかな。いければ。このブダリオは絶対使った方がいいですね。うん、頼むよ。刑事。行ってくれ。頼む。刑事次第。行け。刑事拾えないかもしれない。そうだね。よっしゃー。す。ダメだ。ダメだ。マジか。あ、行った行った行った。行け行け行け。行ってない。嘘だよ。嘘でしょ。マジかよ。さっきも見たこれ。そこは？そこもダメなんだこれ。ひらめがまずいな。マジかー。うわぁヨトゥも2ですよ。 SS で暴れるわ。反射になるんだっけ。はい攻撃剣取って、はい、そんなに強くならないですよ。強くならない。じゃあ下のブリトラとあの2を削る。わかりました。なんで今のいけねえんだよ。それは悔しい。うわ届かない。刑事やばい。下が結構危ないかも。縦ででも貫通じゃないからね。上を確実に消さないと即死だから。縦貫で倒せないですか。弱点触れてない場合。いけます。削りきれないですか。いけますか。行ってみる。下からだよね。うわマジでも次のケージまで来れば大丈夫だから。なるほど。そこまで耐えて。なるほど。ハート来い。うわそっち行っちゃうか。うわでも削る。あブリトラやばいじゃん、はい、SS 使うか。使って剣取ってハート。え剣取って。ああなるほど。下にね。下 V ってことでしょ。えだってあのブリトラ下のブリトラやばいよ。2回くらい、はい。あの爆弾だけじゃ無理っすか。無理じゃないかな。確かに爆弾多分そんなに強くないです。タンポポとは違うんですね。一緒だけどそのヒット数が稼げない。そうなんだよね。剣取ると上がるじゃないですか。なるほどね。なるほど。じゃむずいっすね。こういってみる。いや2回通れる。通るかな。むずっ。いや通れそうな気もしますけどね。まさかのあのミリ残しびっくりしましたね。2回連続ね。こういってみる。ついてなかったね、うん、まあこれはあ、いけるいける。おーナイスナイスよし。でかよし
もうあとはもう刑事に回すだけだな。やだよこんな自転車操業。いや本当になんとか上もう本当上を減らしてほしい。もう逆に倒すぐらいじゃないと甘いもんがやばいかもしれないですね、うん、あの次反対行くじゃないですか。あ倒すぐらいってあの上のブリトラを倒すぐらいのイメージ。上だけ狙う。上だけ狙うのむず。左から回る。相当削らないと怖いっすね。まあいけるか。V むずいっすね。これ目的なこの下で貫通になって、はい、っていうルートかなって思ったんですけど。いや角度が角度ですね。多分この減速しちゃうと思います、うん、じゃあ上にあの一回ヨットゥの頭触ってで貫通になるってこと。そうです。それだと下に吸い込まれて上まで戻れる。じゃあどうしたらいいんだよ。いやこれめちゃくちゃむずいっすよ。これはむずいっすね。左行くかな。左回りヨットゥの左こうってことですか。うわぁ。久々に見たな。 SS でもうブリトラの上とかに入るのに願うしかない。ちょっと考えさせてください。時間し下 V で上に入ってまあしょうがないよこれちょっと、うん、いやーくそー悔しいな。ここ乗り越えられたら勝てるよ。なるほど確かにここでブリトラさえ倒せれば、うん、それ反射だよ、うん、それ反射になる。いや全部反射です SS なんで。なんてうんそうそうだから反射だからこれで右に入るってことでしょ壁に。なんとか。あそこと右のに行くってこと。ちょっと待ってください。あと15秒。下 V じゃダメ？あまあでもいいよ。今そう青に。いやーかなりむずい。いった。無理か。説教これ説教これ。おお！あぶねえ。すげえ。あぶねえ。あぶねえ。結果上からケージまで回しましたなとか。お願いします。奇跡起きて。いや弱点丸一。任せろ。もうこれしかない。こっちから行く。ね。どうなるの？最悪まあ下のブリトラ倒してくれれば。まだ全滅はしないから。あ、やべ、一番最悪の。お前一番最悪だ。ここまで何のために止めたの。みんな、はい、あと25ターン耐えてくれ。いや、長いですよ、無理ですよここで。いや、そんなこと起こる。あ、攻撃力アップ持ってる。ただこれ一筆じゃいけないです。一筆とか一あ、ごめん削るしかないんだった。ごめんしょうがないですね。いや、これ縦に打ちたいですけど絶対止まりますよね。絶対止まるね。こっちを減らしかけた方がいい。そうっすね、そいつ削りつつ。いや、でも次俺またきついとこにいんな。うわー、触れらんないか、ごめん。あ、でもこれつい違う。あ、違うんだ。うわ、痛い。うわ、もうこれもハート取って明日からいけんのか。もう無理っすよね。さっきと同じ条件ですね。さっき、あ、でもこれまだまだ貫通になったら弱点通る。あ、なるほど。耐えてくる。23ターン耐えてくる。あとで上のヨトゥンが2です。あと2だからもういいっす、これでいきますね。ごめん、ほんと。あーあー、あー厳しい。やり直そう。はい、もう一回やりましょう。いけます、いけます、いける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 。運悪かっただけ。はい、確かに。ごめんごめん。2回目。はい、ダサいっす。いきましょう。はいはい、はい、じゃあ13の極、はい、2回目ストライク、はい、ショットショットショットスタート。不運に見舞われただけです。まあね、今のはそう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 、はいはい、そうだね。はい、右のブリトラ一回目決めたら行きます。はい、お願いします。向こう来て
けいけまたまたーよーよーしナイスクリアいや違う違う違うまだまだ中ボスも出てきてないですなんでちょっと怒ってんすかいやでもまあまあ難関でしたからねこれ、はい、縦で倒せばいいし、うん、いいから縦でジャキジャキするのか、うん、まあ左右時間あるから大丈夫右自体はいいと思います、うん、素晴らしいですいやー今の良かったっすねかったまたちょい残しでしたから、うん、危ねえマジでこの縦で消せるかなもしかしたら消せんじゃないですか貫通になってもうん、ナイス、まあ、よしよしよしさっき苦しんだと、ま、とりあえず第一難関突破そうですね挟まって抜けないと次の位置悪いってことですよね多分これ、まあ、なんでずっとひそひそ急にウィスパーアタックになっちゃったこれでも みんなホーミング当てれる位置にいるだけで十分ですけど打診面いいかもそうですね打診面そうだねあのいいホーミング当てられるところに下に通す、ね、ルートの中にアザゼルがいるかどうかですよねそうすると3体消しでなるほど確かにってことはこんな感じでいいかな薄めに降りて打診弁を下げちゃうとなるほどきついんです打診弁をじゃあ、うん、あそうか刑事追い越してちょっと上に上げる分にはいいからそうですね下に下げられるときついあの変化できないあ、でもいいかも、ね、あ、でも通れるないやごめん、上行っちゃったちょっと薄めで行くと薄めで行きますか薄めで行くあ、なるほど粗めは無理なんで、この道、うん、薄めで、うん、アザゼルで拾って、うん、あの前田刑事も拾います左の貫通変化の下に見えてますよこれ行ったらすごいねで、甘いもん次 SS で入れるんでで、2つ踏まないようにこったら踏まないですよねこれいったおいったいったよし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 うまいしかもうまいもん甘いもんみたいにこれは刑事に任せていいですか刑事に任せていいと思うこれだから余計なことしない方がいいと思うずらしちゃうと、うん、分かりましたうん、うん、そうだね、うん、あじゃあ邪魔しないように刑事と大津の邪魔をしないようにいや、なんてことそれだけを心がけていや、これだ刑事、これいけなかったらちょっときついですいや、これでも怖いですよね、うん、あー、いけなーなになになになんであと3打診弁がごめんあと2上下あれいやこれむずいっすよまあね確かに俺も一回この最悪全然脱身弁 SS 横に打てばいいだけなんでもったいねえけどまあしゃあないなごめんちゃいこういうのこういうのがいいそっちのがいいかもしれないですね真ん中いっ倒すな倒すなおめっちゃいいんじゃないですかごめん倒しちゃったあでも6かじゃあ2の方だけ倒せばいいだけかはいそうする左あ、1だよ、1あいつ即死だよねでも、打診弁の SS って結局これ SS ってさ、削り切れると思うでも、上で真ん中入るよりは確実だと思う、うん、そうっすよね、上で真ん中無理っすよね角度的に、もうちょい右だったらいけたかもしれないですけどね行こうもうこれしかないな SS ごめんなさいいや、これで削るんで大丈夫っすいけ頼むいけますよナイスすげーすげーよし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 ありがとう助かった連れてきてよかったっすね、うん、これだともう一回溜まってくれれば大島連れてきてよかった本当にいや僕を連れてきてよかったな直殴りの方が強いんだよねこれ一回ゲージ外してみるのどうですかいいと思うあいいかも入れ番しなければ、うん、入れ番のやつちょっと確かにあ、そうか、貫通。まあ、こんなもんですよ。まあね、まあね。うん、まあ、金波も空いてるし、うん、全然。あと3、2来ない。貫通に右で薄めに打って、うん、でいいんじゃないですか。
ハートは取ってもいい。ハートは別に取ってもいいですし、多分貫通のが出ますね。弱点があるもん。はい。そうか。じゃあ縦、薄縦。縦で行こうか。そうですね。あ、そっちの方がいいかもしれない。出るね。強い強い強い。オッケー。いいねいいねいいね。ここで抜ける。ここで抜けたい。配置ですね。でもハート取った方がいい。あれ？あ、でも次もう一旦あれだから、うん、抜けない？抜けちゃうよこれだ。じゃあハート取ろうか。でもハート取ると横でいいんじゃないですか？横で。横で。なるほど。上がってく。上がってく感じ。確かに。じゃあ前だけでそうだね。おお、クリティカル。お前。よし。ボス。まだもう一個だね。ガタ時間かかるなぁ。むずいよね。そうだ、俺ここ嫌いなんだ。あ、でも貫通になってる。前田刑事がでもあんまいい位置じゃない。いけます、おしまさん。いやいや、むずい。むずい、まあ、むずいけど右から行って、まあ、甘いもんも悪い位置じゃないですね。右から行く。右から行ってアザゼル。あー、なるほど。違うかなぁ。かか、左でこ左縦目に打って前田刑事拾ってどうすか。微妙か、止まっちゃうかと。いけなそうだね。最後アザゼルまで行ければね。じゃあ右から行きますか。アザゼル拾って2体は消せそうな気がする。2体これでラッキーでも3体で当たれば。3体消さないとダメだよね。3体当たってアザゼル振れれば消せる。下行こうかな。下かな。下かな。 下で。わかりました。これで行ってみます。薄面で3体倒してアザゼル拾えたら勝ち。うまい。いけ。よっしゃ。いったかも。よっしゃ。よっしゃ。でかい。素晴らしい。よしよしよし。オッケー。これはでかいぞ。お、でこれアザゼル。SS でさ、上に刑事次倒せないですかね。そうか。でも刑事貫通になっちゃうんだよ。あ、下に入るってこと。まあやってみる。下アザゼルで消せますもんね、上は。そうだね。だから下を、それかもう5ターン以内にもう、あ、そうか、殴っても回復か。でもさ、下の刑事さ、ブロック外せば貫通でいけんじゃないかな。いや、貫通でいけますかね。いけないかな。結構硬いっすよ。そうか、こいつ。これ何しよう。上行く必要ないっすよね。打診部屋いるもんね。そうか、そうだね。じゃあ下行っとこう。下行っとくぐらいのイメージ。あ、SS は打たない。打った方がいいですか。打ってさ、ね、左に壁当たってここに入る努力してみる。まあ結構たまるしね、割と、うん、え、これ下入れんすよね、多分。多分下は多分隙間あるからそこに入る努力をする。入れたらラッキー。入れたらラッキー。いけ。いや、中途半端。いける。うわ、惜しい。惜しい、ね、惜しい、惜しい。でもこれ刑事確かにちょっと HP 全回復ではないですね。あ、全回復だ。これ貫通になってるから踏んでるから。お、剣でた。あ、剣でた。剣取ってブロック外していく。あ、じゃあいけるかもしれないですね、うん、それでブロック外しよう、うん、はい。いった。おお、ギリギリ。危ねえ。加速。ん、加速の力ですかね。加速、誰か誰も持ってないっす。むちゃくちゃ適当なこと言ってる。オッケーオッケー。あざーす。うまいもん。甘いもんみたいな。なんで俺が滑ったみたいな。ターン短縮しながら。そっか、ターン短縮、そっか。短縮なんだ、シスタント。じゃあ、ちょっと粗めに。粗めにみんなに当てよう。これで、うまい。よし。あ、貫通になって、いいね、いいね。よしよしよし、10ターン。で、次が、弱点を触れれれば。ブレスも入れ、弱点に。ブレスも入れ。いけるか。いけ。おー、ブレス入った。おー、いいね。いいよ。感じて。全然大丈夫。上か。シャンバラも縦レーザー怖いんですよね。うん、そうだそうだ、うん、縦レーザーというか、そうだね。イエーイ。あー、あー、惜しい。縦来る。
でも来てもハート2個あるから。おお、ね、あ意外といや防御力アップがやっぱ効いてますよ。これ俺せめて俺ぐらいはしたいって言った。好きってどうだっけ。確か全然覚えてない。したいとかとりあえず一人ぐらい。いやそうっすね、玉ねぎ処理ありますよね。全員上はちょっとまずいかもしれない。うまい、あざす。これはいいんじゃないですか、位置的に。いいと思います。よっしゃよし、ボスまで行った。長い長いな、ほんと長いな。キンキンこれ刑事を残しときたいね。なるほどね。あーそっか。おでも貫通が、反射パネルがね。たださ、まあ、甘いもんにもチャンスがある。これでもこれでもこれでもあの右のパネルで下の上あれでとこ上壁でとこ、ね、上壁でこいけないか。いや角度なんで僕直で踏んでまず下を下と左倒してアザゼル拾えたら最高みたいな。アザゼル拾えるかな。アザゼル拾えれば消せるね、うん、まあ甘いもんの位置も悪くないですよそこ。じゃあちょっとまあチャレンジしてます。チャレンジ大島チャレンジ。さあどうだ大島チャレンジ。じゃあどうするか。おいけ、あ反射になっちゃった。ずれた。アイス大島チャレンジ懐かしい。アイスバケツチャレンジ。うわこれきついな。アザゼルがラインにいないですね。でもこれ普通に通れない。いけるアワちゃんなら。いやこれ上帰ってこれないでしょ。左から行くのは左。そうっすよね、左から行った方がいいと思う。そうっすよね、うん、うわこれでもきついな。で俺先に右に行った方がいいと思うよ。俺もそう思う。こうこうこう。なるほど、そっちの方が多分だから、そっちは本当に薄めでいいと思う。行けたら最高。見えました。行け行け、あわちゃん行ったでしょ。うわあ、しゃ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 、うわあ、うわあ、スケベショット、スケベショットね。エッチなこと何でもしてここはどうやんの。ここはケージまずはあのあれだよね、あいつらを倒したのがいいね。でこれ右手がいいよね。そうですね、もらわないでこっちで行けたらって感じ。こうダメですかね。それあバフもらってあこう貫通なって、でもどのあのシャンバラにもダメージ出るかなと。あなるほど、でも、うん、そうね、うん、あなるほど、ありかもね。それで左手触れない。すげえ攻撃力、うん、まあどの道多分あの友情でダウンしちゃいますけど、ね、あなるほど。これやってみる、うん、はい、6ターン以内に。いやあでかっ、強っ、強いっすよ、ワンパンで。右手が攻撃ダウン、左手がバフ。これ踏んでる？踏んでます、ね。いや位置悪いな。踏んでるな。踏んでる？僕は踏んでると思います。これダメージ出すというよりは右に。これ俺いいと思うの。この人。うん確かに。反射になってるから。うわ、ま。ここででもみんなもらっちゃう。お、あとでもらう。隠しない。あ、しないのか、ヨトゥン。ヨトゥン。ヨトゥン。これじゃあ、右手、右から、はい。ヨトゥン。これでいいと思うんだよね、俺。こう、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 こう。貫通で一回ずつ通ればいけるね。攻撃力ダウンする。アサゼル拾えたらいいっすね、攻撃力アップ。あ、してない。してないよ。あ、あの、この。あ、そういうことね、バフがね。恩恵を受けれるってことですね。よし、よし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 、オッケー。これ、あれ、防御力ダウン食らいたくないね。この、うん、このまま行きたいな。あおちゃん、うまいこと右手に触れないで、カー。もう、まなの目打ってれば。いや、でもね、そしたら先に触れて、え、これ逆にゲージ外すのどうですか。手当たんないんじゃないですか。あ、なるほど。でも、でもどうせアザゼルでフォーミングになっちゃうから、そうか先にこっち当てた方がいいと思う。そうですね、わかりました。なるほど。それ多分バフもらえると思う。みんなもらって卒業できたら、うん、卒業って言ってんすか。バフー、そうすれば、オッケー、よしよしよし、ケージ、アザゼル、次の子。あ、これ打診でもらえてないけど、まあ3体もらってるからでかいっすよね。お、いい位置。そうだ、一
ちゃくちゃいい位置で、あ、そうか、そっちか。これどう、縦で吹っ飛ばせない、無理か。これ縦開いてんだっけ。無理か。てかこれ SS どうすか。あ、いけんじゃない、これ。何、いや、縦縦で、どん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 。あ、なるほどなるほど。縦でトントントン、うん、行ってみていい。それは、はい、バフももらってますもんね、うん、どうせ貫通でもないし、いけそう。いけないのかい。あー、全然ダメか。あ、弱点が、まあ、弱点に当たってなかったちょっと左じゃないとダメ。いや、でもアザゼルこれいけるかも。あ、これ、これ意外と下あれで行くのか。これ、あの、普通直でいいと思います。はい、斜めで入れば直で、靴拾うイメージで行ったら多分、2判定もらえそうですね。下も行ける？あ、そうだよね。でも多分戻りとかでも行けそうだね。靴も、ケージも取るもんね。行った行った、行きましたね。行った、よし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 、イエー、めちゃくちゃダメージ入ってる。よし、これ、ケイ、打診弁を攻撃力アップで抜けれれば、カチンベン、カチンベンです。カチンベン、打診弁攻撃力アップで抜けれれば、先に先に直で先にこれ当て当たるわ。うん、でこみ、でも自分がバフもらえないかもしれない。もらった、もらった、もらった。オッケー。おお。で、あれ、でも打診弁は戻っちゃう。戻っちゃうんだっけ？打診弁だもんね。そっか、そっか、もらわないといけない。そっか、そっか、アザンベンだけずっともらったもん。アザンベンってなんすか。アザンベン、まあ、最悪ここを僕 SS でブリトラを、これはもう割とガッツリ狙っていいんじゃない。弱点なの、ゲージ外す。うん、あ、うんって、うんって言っちゃった珍しくない、ね、ちょっと前静かです。いいんじゃない。あ、倒しちゃうか。やめて、倒しちゃった。倒さない、よし。おお、素晴らしい。出た、ミラクルショットで俺は使わずこれ倒すよ。これいける。あ、いけるいける。あの、あれ取ればいける。ブロック外すよ、うん、え、あの、うん、そうだね。あの、あれ、アザゼルパワーアップしてる。そう、ブロック外すよ。うん、大丈夫かな。ブロック外すよ、うん、はい。アザゼルパワーアップしてるんで、な、どうあれ次絶対いけると思います。よし、はい、よしよしよし、おわ、よし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 、出てきた手が、これ出てきた。もうこれボスバフ狙った方がいい。ボス狙った方がいい。いや、ボス弱点の位置によりますけど、ね、この位置ならきつい。その上、そこそこそこ、来い、上。うわー、一番嫌なとこだな。横、縦、ブロック外してちゃっちゃってやってみよう。あ、なるほど、見ようか。なるほど。でも一応使った方がいいんじゃん、あのスピードも上がるでしょ。ちょっと、え、使う、使わない方がいいか。上がる、スピード上がんないの、これ。ってかまあ別に地球か入んない、地球か入んないでしょうね。これいい、はい、普通にじゃあいいと思います。ブロック外しで、はい、いいと思います。それか横で行ったらヨトゥーン2体いけないか。でも7体以内にはもう倒す。そうっすね、もうボス特攻でいいと思います。ボス特攻でいこう。いける、絶対いける。これってな、決まんないからな。こんなもんか。まあ、まあでも全然崩れてない。ただ打診弁が使えるんですよね。下の手があれだよね、両方下の手がダウン。これが SS 使わない方がいい。まだ使わない方がいい。使わない方がいい。上の手があれだよね、アップだよね、うん、先にさ、もう SS 使ってさ、ここ触れて、でもうこれ先に触れちゃうってのどう。なるほど、いいと思います。先に右手触れちゃうありだよね、うん、じゃあ SS で両方の手触れれるようにまず打つでいいですか。うん、いいと思う。 SS だと貫通になって、で前田刑事は後で触れるぐらいに。なるほど、一瞬待って、いいと思う。ほらほら、いや勝ちて頼む。いいぞ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 、よっしゃよっしゃ、ナイス、よっしゃよっしゃ、倒しちゃうか、いいぞ、よしよし、いけるダメージ、しかもみんな持ってるよ。あ、ダメだ、今のでいいのね、参考になるわ。今のでいい、あんぐらいなんかもっと下がるかなと思ったの。そっか、淡路も先に右手触れるイメージでやったら勝手に多分、あ、優勝出ないのか。急に静まり返って、ブレスか、
ブレスが上に入んないかな、入んないか、ただもうこっち行って変な花あれ、そっか、何も来ないなら刑事だけバフ上げるのどうすか、縦横で、いい、ね、なるほど、そうだね、来ないですよね次、来ない、で縦勘でいいか、これでいいんだと思うんですよね、縦勘ダメだ、ええちょスピードアップと防御ですよね、友情出さない、そう友情出さない、うん、出ない、うん、ただ次そのあ打診弁のブレスで下がっちゃう、うわ、なるほど、じゃあだから入りにくうした、そっち行かないように、行かないようにする、バシンベ当たらない、左から入るこっちから行ける、あ、中で、え、こっちじゃないの、こう、え、あ、そういうことね、自分動いてたら間に合わないんじゃないですか、でもいや間に合う、こっち、うん、そっちだと思います、 SS 使わないですか、使う戻せるか、上手にこれでいけるんじゃないかな、もういけるような気がするけど、下入っちゃえばもう勝ちですよね、ダメ、うん、よっしゃー、やったー、抜けた、いや、きつかったっすね、きつかったー、うー、悔しいの、カズヤこれクリアになった、よっしゃー、ありがとうそっか、まあまあ良かったっす、いいメンバーですね、ね、よかったー、オッケー、これは死闘中の死闘、はい、とりあえずじゃあ、14の極、うん、13、 あ、13の極疲れた、疲れた、はい、皆さんありがとうございます、はい、高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いします、はい、今日も見てくれてありがとうございます、また明日も見てね、はい、バイバイ、疲れた。